皆さんこんにちは。令和新選組応援チャンネルの時間がやってまいりました。こんにちは。私ね、選挙戦を終えまして、一番ビッケツでした。ありがとうございました。でも402票も票が入ったということで、逆にやる気になりました。ここから私は人間磨きを始めます。これから倫理法人会で、そうですね、鴨頭さんをメンターとして勉強させていただきます。一から出直します。よろしくお願いします。何年後かにまたチャレンジしたいと思います。いつチャレンジできるかわかりません。でもそれを目指して、人間はね、目標があると燃えるんです。常に目標にも打たなきゃいけないです。高い目標を持つ、そのことによって人生は本当に楽しくなるんです。人生を楽しく生きる、それは高い目標を持つことだと思います。イエーイ。で、僕はまた新しい目標を見つけました。そうです、この国のために頑張るんだぜ俺は。働く働く、とにかく楽しむぜ。楽しみながら人生を、自分の人生を愛す。毎日太陽が昇ることに感謝して、今起こったこと、常に目の前に起こる現象は自分へのメッセージだし、皆さん常に全ての出来事に意味があり学びがあります。ぜひ悲観しないでください。常に前へ行く、常に上に行く、常に前向き。昨日の自分より今日の自分、さっきの自分より今の自分です。成長するんです。毎日新記録ですよ。新記録作りましょうよ。自分の新記録でいいんですよ。人と比べた時に不幸が始まります。幸せも不幸も問題も答えも全部自分の中にしかありません。だから今日から悩むのはやめちゃって、ちょんまげ。悩んでも何も答えは起こらない。なんでかというと、答えが出ないから悩むんですよ。そうしたら悩まない、悩まない。悩んでも無駄無駄。どうしようどうしようどうしよう、だから悩みなんです。どうしようってなったら、こうしよう、ああしよう、常に考える。人間には知恵が必要です。だから見る方向、見方を変えて、同じ場所にいても方向を変えただけで景色は変わるんですよ。皆さんその通り、考え方次第です。だから知恵のある人というのは、いちいち小さなことで怒ったり悩んだり悔やんだりしないんです。大人って大きい人って書きますよね。大きくなりましょう。大きく明るく元気に気持ちよーくいきましょう。では本日も俺ってバカだな。じゃあね。